今月16日に行われる衆院選挙に向け、福島県などから避難している震災の被災者が住む江東区の東雲住宅に臨時の不在者投票所が開設されました。福島県からの被災者を中心におよそ600世帯1200人がここ東雲住宅で避難生活を送っています。そのうち成人はおよそ1000人。江東区では被災者支援の一環として臨時の不在者投票所を設けました。この不在者投票は地元に戻らずに避難先で投票を行うことができるもので、地元の選挙管理委員会から郵送された投票用紙に記入し、江東区の選管から投票用紙を送り返し投票するという仕組みです。いや、いいですよ。私ね、福島まで浪江町なんですよ。2万円かかるんですよ。新幹線代で1万8000円でしょ。そしたらお昼食べないといられないから、お昼食べちゃったら2万円ないもんね。そんな2万円いただくんだったら投票所に行くけど、そんな自分の金2万円も出していかないよ。区役所を行くとしても、その交通機関なんかがあまり慣れてないんですね。ここですと本当にもう上から下へ来て、こちらで丁寧に親切に教えていただけますので、絶対危険はできない。この臨時の不在者投票所、去年11月の相馬市議会議員選挙など地元の選挙の際にも開設され、お年寄りが多い東雲住宅の住民から遠出せず投票でき便利と評判だったこともあり、江東区は今回も避難者の利便性を高めるため設けたということです。東雲住宅の臨時不在者投票所は明日まで設置されます。